こんにちは。バロン野生のエリア55、皆さんよくご存知ですね。もう今やこのエリア55はバロン野生こと野生国夫が、あ、これ素晴らしいな、こんなものいいなとかね、あ、この人素晴らしい方やねとか、そういうふうにこれは皆さんにぜひ知らせたいというね、お方や、もの、作品、そういうのを見つけた時にね、作者にもご本人にも無断で勝手に皆さんにお知らせする、ね、勝手連 CM 番組です。もうそれは皆さんよくご承知していただいていると思います。で、前回のエリア55では、私ね、バロン野生こと野生国夫の記念すべき100冊目の本ね、祈りが守る国、日の本の咲き森が荒人神を助くという、この100冊目となる記念すべき本の、ご紹介をさせていただきました。で、その後ね、皆さんからの反響がありまして、もう100冊も出してたのって、皆さんいろいろ Amazon とかいろんなもので調べていただいて、中にはかっちりした人がいて、100冊もないじゃないか、60何冊じゃないかってね、指摘をね、くださった方もいらっしゃいますが、実はね、私まだ無名の頃、無名と言いますのは、この一般の皆様がね、割と僕がスピリチュアル的な精神世界的な、奇跡体験の話とかを、するようになってからの出版物を読んでくださってる場合が多いんですね。でもね、実はその前は私、非常に真面目な普通の理論物理学者として、物理学と数学の本を37冊すでに出してたんです。だから、その37冊の物理学と数学の本も入れて、現在までちょうど100冊で、これが100冊目というカウントです。ですから、皆さん一般の方々の目に留まるようになってからは63冊目ぐらいかな、なんです。そこのところをね、少しご理解いただいて、でも本当に100冊超えてるんです。あの、英語で、物理学とか数学の本も出しました。それまで入れるともっとになってますし、なんとその英語で数式をどう発音するのかとね、そういう本まで出してますが、それが結構当たりまして、昔、今やそれがね、中国で中国語に翻訳されて売られてます。中国人の学生たちがね、物理や数学を勉強するときに、あの数式を英語でどう発音するのか、やっぱりわからないんですよ。で、僕の本を読んでみんなで勉強してくださってると。で、まあそういうことでね、ともかく物理学、数学、こういう精神世界、哲学的なこと、思想的なこと、奇跡体験の話、全部合わせて100冊という本をね、私がこれまで出した、そういう人間だよということをね、皆さんにこう分かっていただくためにね、じゃあ100冊の中でどれか1冊を選ぶ、で、これが野生国夫の全てを物語ってますっていう本を1冊選べと言われた時に、100冊の中の一体どの本が私野生国夫を物語ってるか、一番よく物語ってるかというのを少し真剣に考えたんですよ。そうやってみますとね、一冊見つかりました。これね、あまり皆さんの目に触れてないかもしれない本なんですが、以前出した本なんです。もう10年以上前ですが、それが今日お持ちして ご紹介したいこの本です。この本、置かれた場所で咲いた渡辺和子シスターの生涯、名誉息子野生国夫が語るという、これは渡辺和子シスター、226事件で渡辺錠太郎教育総監がご自宅で青年将校に
撃ち殺される場面にいた小学校2年生の娘さん、それがシスター渡辺和子のお子さん、子供時代、目の前でお父さんが青年将校に撃ち殺される場面を目撃してしまった、本当に226事件の目撃者です。その後シスターになられて、で、岡山のノートルダム聖心女子大学の学長理事長をなさいました。でそこに、私バロン安江こと安江邦夫も、そこに雇っていただいて教授として数学と物理学を、女子大生に、まあ、教える日々を送ったんですが、その時にこのシスター渡辺学長であり理事長であった頃に、時々一緒にワイン飲むために岡山の中の、フランス料理屋さんとかにお連れして一緒に食事しながらいろんなことを語っていただきました。でその時にシスターは、ね、もちろんシスター修道女ですから結婚できません、したがって当然ながら、お子さんはいらっしゃいません。私安江邦夫も実はもう生まれて直後、母親が父親と別れたもので、母親を知りません。おばあちゃん、祖母が育ててくれました。あの僕の祖母は弥生と言います。もう毎晩弥生おばあちゃんに、寝かしつけられて、本当にいい、母親が本当はいない人間は少しいじけたりするんじゃないかなと思ってきたんですが、全くいじけたりしないで、本当に、いい、自分で言うのもなんですがいい人間として育て上げてくれました。それが弥生おばあちゃんです。で私は母親を知らないものですから、このシスター渡辺とね、フランス料理屋なんかで、ワイン飲みながらいろいろお話ししていった時に、まるで自分の母親がいるとシスターのようですねと申し上げたら、あ、私も修道女ですから、自分に子供はおりませんが、もし自分に宝刀息子がいたら先生のようですよねと、あ、じゃあシスター、これからシスターは僕の名誉母親になってください、僕はシスターの名誉息子になりますって申し上げたら、あ、いいですわねと言って本当にそれを許可してくださって、それ以降僕はシスターじゃなくて名誉母親って呼ぶわけです。シスターは僕のことを安江先生とかじゃなくて名誉息子安江邦夫っておっしゃってくださって、ですからこの本は僕の人生の中でさまざまな場面でシスター渡辺で、つまり名誉母親に助けられたことを中心にして書いてありますが、これを再びね自分で読み返してみると、まるで自分の人生を母親に語った内容なんだなぁとつい最近思いました。ですから100冊を出版してるバロン安江こと安江邦夫が、安江邦夫ってのはこういう人物なんだ、こういう人間なんだ、こういう生き様でやってきたんだということをみんなに知らしめるための一冊を選ぶとしたらこの本にします。これ、出版社は牧野出版です。大手の出版社ですが、本当に、いろんな 大手の、書籍店本屋さんに、まあ、かろうじて一冊、置いてくださってるとこがあるかないかぐらいです、地味な本でしたから。でもアマゾンとかでネットで検索すればすぐ出てきます。本屋で注文することもできますので、安江邦夫を理解する上の、ね、必読書。僕はこれから初めて会う人に名刺代わりにこの本を一冊ずつお渡ししてもいいなと思ってます。ぜひ皆さんも、この置かれた場所で咲いた渡辺和子シスターの生涯、
法と息子安江邦夫が語る、これをぜひご覧になってください。本日のエリア55、ここまでといたします。ご清聴ありがとうございます。